はいどうも、GO の GOGOTV です。今回はこちら、仮面ライダージオデラックスドライブタイプトライドロンライドウォッチを使って音声確認をして遊んでいきたいと思います。いやー、続々と歴代ライダーの最終フォーム系のデラックス版のライドウォッチが発売されておりますが、今回は仮面ライダードライブということで、今回はデラックスドライブタイプトライドロンライドウォッチを使って音声確認をしていきたいと思います。はい、ではまずは箱の方から見ていきましょう。箱はこんな感じになっております。こちらは仮面ライダードライブのタイプトライドロンが映っておりますね。こんな感じ、タイプトライドロンアーマーにアーマータイムと。でこちらがドライブタイプトライドロンライドウォッチになっております。もう写真から見てラメ入りですからね非常にわかりやすい、こんな感じになっております。で、まあ、横はライドウォッチで遊びが広がるということで、時間切れと時空ドライバーで連打遊び、ブッドバストルガンバライジングで QR コードを読み込んで遊ぶことができますと。こちらには仮面ライダードライブのタイプトライドロンが映っております。で、まあ、裏には遊び方ということで、時空ドライバーで仮面ライダージオドライブタイプトライドロンアーマーにアーマータイムで、360度回転で必殺技発動、単品遊び回して絵柄チェンジ、ボタンを押して光る&鳴るという感じになっております。ではこちら取り出していきましょう。はい、中身を取り出したらこんな感じで、こちらがドライブタイプトライドロンライドウォッチですね。こんな感じになっております。いや、もうラメが素晴らしいですね。赤のクリアパーツにラメ入りっていう感じになっております。素晴らしい、こんな感じですね。で、まあ、こちらデラックス版なんで、こちらのカバー回転と底面ボタンを押せますし、スピーカーはこちらにありますね。で、まあ、絵柄回転させた感じはこんな感じで、こちらがタイプトライドロンのこの仮面部分が完成する感じになっております。いや、素晴らしいですね。で、まあ、この状態ではこちらに仮面ライダードライブのライダーズクエストと放送年月2014と書かれております。こんな感じですね。で、まあ、裏面はこんな感じで QR コードが103ですね。で、認識日もこんな感じになっております。いや、素晴らしいですね。では音声確認していきましょう。で、全シート抜いて、まずは1丁目、タイプトライドロン。おお、めちゃくちゃワイルドな言い方ですね。タイプトライドロン。2丁目、おお、音声がいいですね。スーパーマシントライドロンと融合、最速最強のドライブタイプトライドロンって音声になっております。ではこちらも2音編成になっておりますんで、この状態にしてもう一回聞いていきましょう。タイプトライドロン、タイプトライドロン、いいですね。この言い方はめちゃくちゃ素晴らしい。2音目、いいですね、この音声。なんかもう本当、ドライブのタイプトライドロンがもうどんな感じなのかすぐわかるっていう感じになっております。はい。ということで、せっかくなんで、時空ドライバーと連動させていきましょう。はい。では、時空ドライバー準備しましたんで、連動音声聞いていきましょう。電源を。時空ドライバー。時空ドライバー。では、まずはこちらのドライブタイプトライドロンライドウォッチ単体での連動音声聞いていきましょう。では、行きましょう。タイプトライドロン。アーマータイム。トライドロン。おお、いいですね。変身音が超高速ドライブ。トライドローンって言って、トライドローンってちゃんとベルトさんの音声が入っておりますね。いや、いいですね。この変身音自体はオリジナルだとは思うんですけども、ちゃんとその当時 この変身ベルトないしは、まあ、変身アイテムの音声をやっていた方の音声がしっかりと入ってるっていうのは、これは本当に素晴らしいですね。はい、こんな感じになっております。では必殺技はい、ということで音声の方はフルスロットルの音声が入っております。はい、こんな感じになっております。ではせっかくなんで、ジオライドウォッチとゲイツライドウォッチとも連動させていきたいと思います。はい、ではジオライドウォッチとまずは連動させていきたいと思います。では行きましょう。ジオ
タイプトライドロン。では行きましょう。変身。はい、では必殺技いきましょう。はい、ジオライドウォッチと連動させるとこのような感じになります。はい、では次はゲイツライドウォッチと連動させていきたいと思います。では行きましょう。ゲイツ、タイプトライドロン。タイプトライドロン。では行きましょうか。変身。はい、こんな感じになっております。ちょっと先ほど触れるの忘れたんですけども、2回スルーしたんですけども、ちゃんとここのディスプレイはトライドロンと出ておりますね。はい言うのすっかり忘れてました。では必殺技、はい、ゲイツライドウォッチと連動させるとこのような感じになります。音声確認は以上です。はい、ということで今回は仮面ライダージオデラックスドライブタイプトライドロンライドウォッチを使って音声確認をして遊んでまいりました。またこのような感じで最終フォーム系のデラックス版のライドウォッチが発売されたら買ってきて動画作っていきたいと思いますし、あとは同時発売のこちらのゴースト無限魂ライドウォッチの方も動画撮れ次第アップしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。